前田です。第4局ドラガローワン。さあ前田現状25,000点、3着目です。なんとか浮きには持っていきたいところでしょう。さあこちらドラはありません。ちょっと重い手配か。さあ第1打はイソー、そして勝俣、まずまずまとまってますね。そうですね、いいですね、かなり。はい、じゃあこちら瀬戸熊、瀬戸熊もちょっと厳しいか。おっと藤崎、おっとこれおろちょっとこれ大三元がただ一つ泣くとかなり、まあそうですね、そうそうそう、これは一個ハンコにとかしたいですよね。これ一泣きはどうですか。あ、泣いた、これ泣きますよね。さあ泣きましたよ。さあでも藤崎が一泣きってちょっと嫌じゃないですか。まあそうなんです。いやー、どうなんでしょうね。嫌だよ嫌だよ。ただ勝負に入ったら出ますよね。そうですね、いや、はい、勝負に入ってもやっぱり例えばここにいないから言えるけど、はい、久里の一泣きと藤崎の一泣きは全然違うからね。出ましたよ、出ましたよ、出ましたよ。やっぱ前田さんが親っていうのがありますよね。これはちょっと来ましたね。ただまだ藤崎は難しい。あ、何切らないんだ。何切らなかったですね。本一っぽく見せた方が大三元の可能性があるってことですよね、はいはいはい、多分。頭はないですもんね現状。頭欲しいですもんね。青あんこにして、まあ、青は出ないでしょうから。何しろなんか手広く振った方がいいような気がするんですけどね。目いっぱいに構えてということですね。いや、嬉しくないつもだね。いやですね。これからどう変化するか分かんないからね、はい、さあ現状青はまだ山2枚。さあ青をあんこにすることができるか。あと藤崎これはやっぱり、まあ、もちろん大三元狙いなんですが、うん、もう小三元でもやむなしっていうこところもあると思います。まああるでしょうね、うん、それをね注目したいのはね、はい、かっちゃんが例えばこれで老僧が出た時に動くかどうかみたいよね、はいはいはい、ああ捌くかどうか。勝又が捌きに行くのか、うん、なんちゃですもんね。ここですね、この手配ですよね、はい、老僧地位点でいや行きそうですけど、でローピンは泣かなかったですね、うん、ローピンはやっぱりあの悪いあのいいとこだ、残したいとこだからまだ、はい、うん、あの藤崎がこの鳳凰位になった時ですね、うん、まあ、昨年ですよね、うん、かなりこうプロリーグも高級のところから、うん、最後第3位上がって決定戦進出っていう、うん、で鳳凰位まで取ったっていうのがあったのが第3位だったんですよ ね、 あれ確か面前第3位ですね。面前第3位、放送始まって一発目ですよね。あ、そうですね、うん、初めての役目でした ね、 おかげで私が落ちたよ。なるほどまあそういうこと言ってもしょうがない、それは私の力不足だ。イエーでもねやっぱり、はい、あれをきっかけに藤崎はピュンっていっちゃって方位まで行っちゃったからね。そうですね、これイシャンテン崩しましたね。勝ちましたね。ローソンが2枚バタバタっと打たれたんですよね。ただ仕事にしたいですからね。うん、これさ多分場面に入ってないと分かんないんだけど、はい、もう自分のことよりも藤崎の方に全部集中がしちゃってんじゃないかな、これで頭できましたね。さあリャンマンかチーワンか。ああ、小三元でもよしだったら中央ですね。ペン酸素が弱いですもん ね、 うね。で、まあ、一応本一でしょ。本一小三元でドラローマンですからね。いやこれは他三者難しくなってきましたね。ちょっと手の進み具合もね、前田もトン行きたいんですけどね、ただ行ける要素があるとすると、はい、藤崎の手出しが多いことですよね。はいはいはい、そうですね。そんだけまとまってないっていうことの証だし、かといって誰もほら三元役抑えてるわけじゃないでしょ。抑えてる人います？いや、いないです、まだ誰も、うん、はい、だからおっかなびっくりは間違いないと思います。あんこってケースもありますもんね。あるあるある。おトーン、あ、トーン受け、うん、そうですね。さあ勝又今、いやこれ青あんこになると取りますよね。でも天杯、あ、ここに来ましたね青、うん、これは出ません。さあどうだ、小さおつもぎり、これ数万ちなみに出たらポンはしますよ ね、 す、 ねする、いや、すると思いますけどね。とりあえずしますね。で、もうバッタ でバッタになったらみたいな感じですね。その後の変化ですね、うん、テンパイだけは取ると。おっと、おー、来た、あらこれ酸素はどうですか。いや、どうなんだ、山に4枚山し、4枚山に4枚だ、これ、あ
決まるかこれ。どうなんだろうな、うん、さあどうだ、これ、うん、うわー、数万個ったらどうするんですか。そのままでしょうね。そのまま、うん、酸素枚数減りますからね、やっぱ。さあこれみんな他、いやでもね、藤田君は分かんないよ結構。でも手出し、数万で手出ししたらその周辺じゃないから出上がり率圧倒的に下がりますからね、うん、はいはいはい。もう出上がり率はどちらもそんなにないだろう。現物しか打たないですか。もうどうなんですか佐藤さん。だから出上がり率ないんだったら1枚でも多い可能性がある方がいいですよね。枚数が多い方がいいってことですね。きたー、ここが連想、連想、三層です。藤崎が欲しいのは三層。さあ勝又粘ってます。イーシャンテン、どうだ。これなんか引いちゃったらすごいね。まだいるぞ。どうだ、三品。どうだこれ。いやー、山に4枚あります。三層が4枚。藤崎第三名を決めるか。これはどこにも行かんよ。もう何もダメか、いけないか。勝又行った。何現物ですね。何現物ですね。すいません、ちょっと興奮してきました。いやそれはね、分かるよ。はい、世界の病でさえ興奮するんだよ。いやー、これは非常に見応えのある、うん、藤崎ここで上がるか。第三元どうだ、いいピン。いや、まだ誰の手にも吸収されていません。珍しいですね、ここまで一枚出ないのは。はい、これもう酸素引いても誰も出ないですよね。出ない、出ないですね。そうですね、もうつま上がりのみか。どうだ、いい、ない、イーソー、これはどうですか。つもぎると思いますけど、ね、イーソーが1枚切れ。これはつもぎる、つもぎる、つもぎった、うん、これは一応正解ですね、うん、イーソーないですからね。数万もありません、この辺はね、はい、間違いないよ。間違いないです。さあ、いるか。これが結構あのイーソーとか罠かもしれないですね。これで変えちゃうと間違いないですから。 ところがね、あれ瞬間間があるのよ。はいはいはい、あそこで、まあ、あのもうつも線だからあんま関係ないんだけど、はい、あれは南落とさないね。さあ、いるか、どうだ、どうだ。藤崎第3人です。やるね。いや、決めました。藤崎8000、16000、これはお見事。最後の最後に街をね、選択。間違いなかったね。間違えませんでした。